ダイヤのドライシャンプーもちろん持ってますよ。私はもう10時までに配信をやらないといけないっていうあれがあるので、もうダッシュで、もう安全な範囲内でダッシュで帰ったんですけど、そしたらこんなにもう汗だく、汗が止まらない人になってしまったということです。チョムさんありがとう。初めて見に来ました。ありがとうございます。昨日はですね、徹夜は無理だったんですけど、プレ徹夜、私の中ではほぼ徹夜ぐらいのことは可能になりました。本当にもう焦って自分って感じなんですけど、皆さん今時期は何か分かりますか？夏休みね、そうそう終わっている方もね増えてきてるんじゃないかなと思うんですけど、純吉さんありがとう。というわけでね、本当に危機感、こんなにおバカな高校3年生は存在した NJ なぐらい本当に大変なことになってきているので、寝なきゃいいんですよ、寝なきゃいいんですよ。よかったね、寝ずに頑張ろう。まあ寝るんですけど、ついなり、うまい、タバカンになってしまっている。最近手がガタ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 ってなるんですけど、
一番難しい課題教えて、いや、もう私にとっては全部難しいです。なんでかというと習っていないから。最近でハマっているものを紹介していきたいと思います。見えますかね、グミサプリ。おお、ハマっている。ハマりすぎてもいけないんですけど、なんか栄養を取れますって感じ。めっちゃ美味しい。でも本当にここにねプラス鉄があるんですよ、プラム味。これはマジでヤバいくんです。これ誰か私のプラム味のグミサプリ受け取ってくれる人いるかな。マジでヤバくて、プラム味誰か受け取ってくれる人いないかな。もう助けて。2025年4月まで持つから。しかもなんかやけにこれだけ量多くて、なんで？でも美味しいランキングで言うと鉄、マジで美味しすぎ。鉄美味しい、ほんと。待って、もうやばい、回し物ぐらいある。いや、いいね。まあちょっとプラマージャーちょっと戻っか、置いとこう。私10万石まんじゅうのお仕事ください。私めっちゃ10万石まんじゅう結構食べてるつもりなんですけど、私のお家の人たち。あとヤオコ、私ヤッポーのグッズいっぱい持ってるんです。私ヤッポーのグッズいっぱい持ってるんですいません。本当はヤッポーのファンなんです私は。ヤッポーって本当可愛くて、私ヤッポーのスティッカー持ってるし、文房具持ってるし、トートバッグ持ってるし、ヤッポーのぬいぐるみも持ってる。ヤッポーのね、かわいい。トラさん、ありがとう。私最近ハマってるのはあのイコノイジョイっていうなんか全部の曲が入ってるプレイリストみたいなのどなたか作ってくれていて、それをねあの無限に再生するっていうのにハマってます。オンライン話し会ってどんな感じですか？ですね、オンライン話し会はだいたい毎週ね水曜日ぐらいに受付やってるんですけれども、あの申し込んでくださったら、その申し込んでくださった枚数に合わせてあのフォーチューンさんというところをね通してあのオンラインでお話することができます。お顔とお顔合わせてね、フェイストゥフェイス。本当にね、あの何でもこんにちは、私の名前はほにゃららですとかでも全然本当に大丈夫なので、私が全力でね楽しんでいただくようにお話しさせていただきますの で、 でそれで日によってねあの着ている服などをね考えているので、あのぜひね私が定期的に皆さんが作ってくださったあの写真を集めてねツイートしているので、ぜひそれを参考にね気になる日程があったら申し込んでくださったら嬉しいです。
ぜひ皆さん遊びに来てください。皆さんがね会いに来てくれるたびにね、私もねドキドキしてるんですよ。開始ボタン押すとき、今度オンライン話が始めて、ありがとう。今度始めましてお願いします。個別オンラインサイン会は基本的にはね、あの個別オンラインお話し会と似たような感じで、応募してくださった方と一人一人でお話しさせていただくんですけれども、サインをねその時に書かせていただいて、お話ししながらサインをね書かせていただくという感じになっております。初めてのオンラインさん、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。初めて、嬉しい、ありがとう。皆さん私のねわけわかんないねモーメントにいっぱいね素敵なコメントくださって本当にありがとうございます。いろいろふむふむと勉強になりました。昨日もう信じられないほどもう先延ばしっていうか、もう本当にねリアルに本当に動けなくて、でも全然元気なんですけど、なんかでね全てやることを放棄してしまったんですよ。で夜中にね急に「わ待って本当に終わりだ、もう終了、もうありえない」と思って、始まりえないとなったら急に夜中にね明け方ぐらいに活動を開始して、で、あそうだ寝なければいいんだと思って、まあ寝たんですけど、寝て今日は奇跡的にね起きることに成功したんですよ。これ結構革命って言われてね、革命だったんですけれども、革命を起こして、という感じですね。でもね本当に私のお家って夜型の人が集まってるんですよ。でもね本当にねなんか全然もうなんていうの、でもさお仕事ってやっぱりさ遅い時間のお仕事もあるけど、基本的にやっぱ明るい時間に活動することが多いじゃないですか。だからね本当にね昼型矯正施設とかないかな、私はそこにぶち込んでください。個別サイン会は行けなかった場合は受付時間ね、お仕事とか何かご用事で間に合わなかった場合は後からお名前を書かせていただいて直接ねお話はできないんですけれども、質文字一つ一つにね丁寧にこう心を誠心誠意込めさせていただいて後日郵送させていただきます。なんかさおそ松さんでなんかありましたよね、なんかニート矯正施設みたいな回、みんなそんな感じで昼夜逆転矯正施設みたいなところに血を入れてください。最近ニュージー好きになってるから、あらーありがとうございます、嬉しい。
小川さんありがとう。めちゃくちゃ朝方、朝方ってどういうあれ仕組みなんですか。あれは強制資産ってことですか。ボタン押すとどんどん楽しくて、皆さん何だと思いますか。僕を楽しいことか、全力の表情でパフォーマンスします。巧みな話術で技巧を凝らした配信を行うよ。いつも何時に寝てるの。鳥がチュンチュンチュンと鳴いている頃。てか皆さん、赤身カルビちゃんのあのデブカルビちゃんを載せてくれくださっているアカウントの方見ましたか。ちゃんと新作上がってましたけど。そうだ、あとちょっとニアジョイ会ですね。いや全然暑い。足の組み過ぎの筋肉が来ました。めちゃくちゃ昔やないですか。てか私ってなんかめっちゃなんか前はすごい前の切り抜きがいっぱい出てくるんですけど、最近切り抜かれないな。面白くなくなっちゃった。切り抜きラーさん切り抜きラーさん、どこへ活動されてらっしゃるんですか。寝なきゃいいの切り抜き、あれでも寝なきゃいいんですよ。まあ、結局寝ちゃうんですけどね、がねこうセットなんですよ。寝ないとダメよ、あれは普通に。最近ねちょっとやりたいことがあって、誰に密着してるんっていう結構マイナーなっていう方に密着しているドキュメンタリーとかみたいです。配信中もそもそもここにいますよ。
ぐらいのタイマーの話かかりません。ありがとうございます。タイマー当たりました。ありがとう。杉さんありがとう。タイマー話せ、うん、心配しないで、もう私が全力で話しかけるので絶対心配しないでください。申し込んでくれてありがとう。申し込んでくれないとね始まらないかな。でもね、申し込もうとしてくださってね、でもお会いできない方もありがとうございます。ではランキング見ます。13位大地さんありがとう。12位高橋聖太さんありがとう。11位りょうさんありがとう。10位このたんしかかたんさんありがとう。9位ともさんありがとう。8位たかひろさんありがとう。7位そらさんありがとう。6位じゅんきちさんありがとう。5位もえぴさんありがとう。4位おがわんさんありがとう。3位たいんさんありがとう。2位チョムさんありがとう。1位 YKR さんありがとうございました。ありがとう。今呼びできなかった方、聞いてくださった方もいてくださってありがとうございました。というわけでちょっと一瞬しかできなかったんですけど、汗だくからね、ついにこんなここ復活しました。復活してるかわかんないけど、というわけでね、皆さん私のねくだらないモメントに付き合ってくれてありがとうございます。というわけで今週も、今週何曜日今これ、木曜か、明日で金曜日ですね。一緒に頑張りましょうね。